本当に泣きたいぐらい嬉しい。本当にいただきます。丸亀製麺は嘘です。ここです。嘘。ここです。はい。おや、寿司やん。寿司です。やっとやったー。イエーイ。マジで寿司です。私の大好きな寿司。うん、まあ、誕生日ぐらい贅沢しようと思って。わー、ありがとう。びっくりした。やばい、いっぱい食べよう。いいよ、好きなだけ食べて。ありがとう。チャンネル登録よろしくね。やばいね。ちょっとせっかくやけん個室をって言ったらめっちゃいいとこやった。なんかすごい嬉しい。ありがとう。好きなもん食ってください。もう楽しみです。ああ、ちょっとメニュー見てみようよ。まあ、今回ですね、いろいろ迷ったんですけど、まあ、家から近いし、ちょっと気になってた小川さんに来てみました。これはランチメニューかな。うん、まあまあするね。担々麺600ペソ。担々麺600ペソやばいね。お、茶碗蒸しがある。光茶碗蒸しやな。そうね。あ、美味しそう。全部、あ、やばい、美味しそう。お、プロモで安くなってるよ。うん、すごい。やばい、これ私の大好きなホタテやん。うわ、いっぱいあるね。さすがシェフ。刺身盛り、うん、6000ペソ。やしますね。けど押しまるよ、しっかり。やばい。いや、いいよ、好きなもん食べてくださいよ。ほんとパールよ、私のお金もね。やったやったやった。今日だけ贅沢します。お、焼き鳥もあるね。いや、これ美味しそう。お腹空いた。もう来ました。こんなたくさん。お肉もある。お肉もありますよ。イエーイ。好きなものどうぞ。はい。はい、じゃあ誕生日おめでとうございます。ありがとう。何歳？21歳？21歳？違うよ、まだ二十歳ですよ。二十歳。何年前の二十歳ですね。はい、気持ちが二十歳です。34歳おめでとうございます。はい。ありがとう。イエーイ、皆さん乾杯。はい、勝ち込め勝ち込め。あー、美味しい。やみーやべー。寿司も食べるけど欲張って刺身も頼んでしまいました。これダディ、ま、ダディの大好き。そして私の大好き。めちゃくちゃうまそうやね。やばー、美味しそう。 OKOK、 マミが先に食べます。ヒカリ、You want to try this? This one. Okay, literally. Mommy first. Mommy first, huh? Okay, いただきます。 No, oh my that's God. Too much curry. Mmm. やばい。でかいからめっちゃ美味しい。半端じゃない。やばい。うん。I want them. おかわり。早っ。ダディもじゃあ食べてみてください。いいっすか、いいっすか。はい。おマグロさん、俺の好きなおマグロさん、いただきます。フォークス。どんな、やっぱりうまい。やばいね。ここ美味しい、本当に。いいね。あ、しっかり、What you doing?言わんとえ、さっきあげたら、さっきあげたらもう食べたくなるみたいな。え、これおいしい？やみ？ああ、ああ、やっぱ
刺身食べる。大丈夫かな、刺身。3歳。うん。食べたよ。ちょっとだけこうカットしますね。すいません。ここで。食べた。ヤミ？わーお、すごかったね。初めて生食べたよ。でも好きだし。さっきつるっとあげて、もう一回あああって言うけん。Say thank you, daddy. Thank you, daddy. Thank you. 後ろの音が食べる。Thank you, daddy. Thank you, daddy.光のソーセージ。やばいね。ちっちゃいすぎる。これはやばい。230ペソ。500円。500円ですね。これはやばいね。はい、ついに念願のお寿司ですよ。すごいね、カニもある。やばっ。私の大好きなウニとホタテ入ってる。ウニも2つある。ウニ、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 ウニ。わーお、すごいね。エビもある、やったやった、ありがとう。あー、もう食べたいの全部食べてください、好きなもん。泣きたいぐらい嬉しい。私の一番、あら、光 you want that? 光がミクロを食べます。わーお、美味しい？闇？いやいやいや、ちょっと一番贅沢な、一番贅沢な寿司を、これいい？どうぞ。美味しい。 OK、ちょっと待って、カリーさて、減ってると思うけど、ちょっと増やして。すいません。はい、やごめん、ごめん、ごめん。お皿がないから、これ、ちょっとちょんちょんちょんして。いただきまーす。うーん、おいしそう、おいしそう。いくら。甘い。めっちゃ柔らかくて甘い。おいしい？うん。大好き、やっぱり。ホタテ。おいしい。ありがとう。お、マグロ。マグロ。何なのね。美味しそうな。美味しそうね。やっぱり。はい。はい。うん。カビして。全部最高。カビ。じゃあ僕いいっすか、食べて。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあちょっとお言葉に甘えて。まあね、俺ね、やっぱマグロなんよ。俺の中で。寿司といえばね。だからちょっとマグロいただきます。やっぱりマグロうまい。寿司寿司やこれ。うわー、フィリピン来て1年以上寿司我慢した甲斐があったね。まあめちゃくちゃうまい。ここ来てよかったね。やば、最高。小川うまし。どうでした？まあ、ほんとよかったです。ありがとう。いえいえ、美味しかった。美味しかった、まあ、全部は最高だったね。やっぱ、小川っていうレストランは本当に美味しかったです。本当にありがとう。今日の誕生日は、いや、なんか最初は違うとこって言ったけど、でもちょっとね、騙して、やっぱここ何、ここの小川の店で本当にびっくりした。まあでも、うん、喜んでもらえてよかったよ。ありがとう。なんか私一番大好きだからね、寿司。なんかそんなに何、あの、用意してくれてるの思わんかったかな。ありがとうございます。それだけで。じゃあ終わりますかの前にまだもう一個ありますから。何？ほらなんかちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ね、ちょっとラッピングをしてないという大きなミスをしてしまいましたけど。急いでたから。そう、なんかいきなりさっきいなくなったから、どこ行ったかなと思って、これだね。いや、そう、それ隠してたやん、ちょっと。これが何ていうか、後で家でゆっくり見ます。
まあ、中身は家に帰ってからのお楽しみということで。はい、なんかわからない、これ、まあ、まあ、靴です、靴。靴、うん、靴欲しいって言ったやん。私のサイズ汚してますね。そうやろ。いや、もうプレゼントまで許してくれるの思ってなかったけど、本当に嬉しい。よかった。まあ、30歳でやめろや、変にさば呼ぶなや。本当に泣きたいぐらい嬉しい。本当にありがとう。いいえ。じゃあまた楽しい最高の34歳を過ごしてください。はい、じゃあありがとうございます。じゃあ皆さんにバイバイしますか。じゃあ何も言葉があまり出らん嬉しすぎて。じゃあ皆さん見てくれてありがとうございます。もう30歳の私が本当の年がまあ嬉しいです。本当また今度会いましょう。ありがとうございます。